性善説とは人間の本性は基本的に善であるとする倫理学、道徳学説、特に儒教主流派の中心概念。人の本性に関する考察は古今東西行われてきたが、性善説という言葉は儒家の一人申しに由来する。以下、中国における性善説について解説する。性とは人の本性や物の本質のこと。辞書的に言えば、 生という字は、生まれながらの心という意味である。甲骨文及び金石文には登場しないことから、比較的新たにできた字であることが分かっている。孔子も、清掃地下し、周愛投資と述べて、生に研究しているが、それが積極的に論じられるようになるのは、孟子の時代以降である。生についての概念は、論者によって大きく異なり、 そのことで、かえって議論が紛糾したと言ってよい。先天的な本性とする説、後天的に獲得される諸能力とする説、道徳的ものを含む含まないと、多岐にわたる。性に関する議論を、性論という。また、性についての説を、性説という。中国における、性論の特徴の一つとして挙げられるものに、それが善悪をめぐってなされたということがある。 中国では人とは何かといった抽象的なテーマは取り上げられず、より具体的に政治意識との関連で語られた。政治と道徳とをどう結びつけるのか、もっと言えば政治権力を持った支配者の行動をいかに道徳的に規定するかということに関心が集中したのである。なお、今日、性善説という言葉は人は本質として善であるため放っておいても、 悪を行わないとする楽天主義という意味で用いられることが少なくないが、本来は正しくない。いかに解説するように、孟子もあかねも、人の性は善であっても放っておけば、悪を行うようになってしまうため、成人の教えや礼などによることが必要であると説いている。孟子孟子が生きた時代は、人の本性についての関心が高まり、性には、 善も憎もないとする国史の正無奇説や、性が善である人もいるが、悪である人もいるとする説、人の中で善悪が入り混じっているとする諸説が、流布していた。これらに対し孟子は、正善説を唱えた。これは、孔子の中心説を発展させたものとされる。孟子の、正善説とは、あらゆる人に善の兆しが、先天的に備わっているとする説である。善の兆しとは、 以下に挙げる四端の心を指す。なお、端とは、兆し、走り、あるいは方がを意味する。即因、他者の苦境を見過ごせない、忍びざる心衆を、不正を周知する心地、譲る、天上の心是非、善悪を分別する心収容することによって、これらを拡充し、人し、義、礼、里しという四つの徳を権限させ、聖人、君子へと至ることができるとする。 端的に言えば、善の兆しとは、善となるための可能性である。人には、善の兆しが、先天的に具備していると申しが断定し得たのは、人の運命やことの正否、天下の治乱などをあるべくして荒らしめる理法としての、性格を有する点にこそ、人の道徳性が由来すると考えたためである。しかしこの考えは実際と照らし合わせたとき、大きな矛盾を突きつける。 現実においては、社会に悪が横行している状態を説明できないからである。こうした疑問に対し、孟子は以下のように説明する。悪は、人の外に存在するものであるが、天が人に与えたもの、すなわち、性には、地獄の感と心の感があり、外からの影響を地獄の感が受けることにより、心の感に宿る善の兆しが曇らされるのだ。 すなわち善は人に内在する点の理法であり、悪は内在する環境にあると説いた。これを簡単に理想主義的なオプティミズムとして片付けることはできない。孟子は何も戦国時代において頻発する戦争や集奪に目を向けずに、ただ楽天的だったのではない。波動がはびこる現実を踏まえつつも、孟子は王道思想を掲げたのであるが、性善説は、 いかなる君主であっても特事に基づく王道政治を行うことが可能であることを言明するために道徳的要請から提示された主張であった。諸国遊説において孟子が君主に王道政治を説いてもそのような政治は政治にしか行えないのではないかという冷ややかな対応に出くわすことが多かった。孟子としては王道政治実現の可能性の根拠を提示する。 必要があったのである。より言えば、性は善であるべきという説が、王道思想のための必要性から、性は善であるというふうに変化させられたと言える。詳しくは、昭和ル説参照のこと。孟子より数十年遅く活躍した純子は、孟子の、性善説を批判した。この根本には、性に関する孟子とは異なった定義がある。純子は、 性を自然そのままの本質と考える。これは純子が天を、理法的な存在、あるいは宗教的なものとして捉えず、ネイチャー的な自然として理解するからである。純子が性というとき、欲望も含んだものとして捉えられている。そして自然そのままの本性を悪とした。というのも、人の性とその作用である情を放任すると、争いなどが起こり、 社会的混乱を招くからだという。従って外在する、例によって人を強制、感化する必要があるのだと説いた。しかし、申し、生前説が悪の起源について矛盾を抱えていたのと同様、純子の、昭和る説も、また善なる、例が何に由来するのかという点において、矛盾を内包する学説であった。ただ申し、 純子もに人を道徳的に投与しようとする姿勢は共通のものであって、それは思想的に道徳論に留まるものであった。趣旨、生前説はその後もずっと名脈を保って中国の倫理道徳言説において中心的な位置を占め続けた。それに特に貢献したのが趣旨であり、彼は申しの説を受けて生前説を完成させたと言える。 孟子の説は悪を人の外に求めることで、生前説と現実とのギャップに一応の説明をつけているが、悪の起源を十分に説明できたとは言えない。趣旨は、この点につき、孟子を継承しつつ、改良を加え、生前説の整合性を高めていった。すなわち生即利という定勢である。趣旨は、性を本、本然本念の性と、気質の性と分類することで、 申しの説を訂正しようとした。前者は、極もと極無限の性とも言われて、理そのものとされ、この性は、万人が生まれつき持っているものではあるが、それが、気によって曇らされ、善を発揮できないでいる性が、後者のそれである。この二つの性概念を使って、悪の起源や人に、聖人、君子、凡人、悪人といった多様性が生まれることを、趣旨は説明しようとした。 すなわち人が悪に染まるのは、本然の性が気に覆われており、人によってその度合いが異なるから善人、悪人の才が生じるのだとした。趣旨学の特徴の一つとして、星座や読書による収容、教家があるが、これらは、気質の性を本然の性という本来あるべき、性へと返すことを目的としたものである。これを、また書という。還元すると、気によりよんだ。 生を純化することで成人に至ろうとするものである。語弊を恐れず、より簡単な例を提示すると、成人の生とは非常に深いにもかかわらず、固定まで見通すことができる、澄み切った湖のようなものである。一方それ以外のものの生は、程度の差はあれ、土砂などによってよどんでいて、透明度の低い湖のごときものである。時には、大雨といった外的要因によって、 一層よどみが増すこともある。これを浄化作用によって透明度を高めようとすることが読書、星座という修容、狂気にあたる。そして、種子が念頭に置く、生とは、具体的には等し、儀、礼里し、真という五条と呼ばれる徳であった。この点、帽子とは異なっている。種子は本然の生には先天的にすでに、 五条が備わっていると考え、それの動的なものが、即因、州を、自、譲る、是非という全的な、情だとした。例えば井戸に落ちそうになっている幼子を見かけたとき、人は誰しも利害に関係なく、思わず、救おうとする。孟子は、これを、公孫中将句において、即因の心と呼び、善の方話が人に内在する少佐としたが、人しそのものが人にあるとはしなかった。 しかし種子は、そのような即因の心とは、等としという徳が発言したものだとした。同じ語彙を使用しながら、性に備わっているものがもう一種子とでは逆転している。点に留意しなければならない。性は理である、よって善である、と種子は定義する。また、性を順化して成人に至るべしともする。この考えから言えば、種子における善と悪とは、 絶対的な対立関係にあるのではない。善なる、混然の性の状態を、静かな不変不意なものとして趣旨はイメージする。逆に悪とは、そうした中央たる、性から逸脱しかどに流れた状態をこそ言うのである。ありがとうございます。